はい、OK。ミキさん、はじめまして。はじめまして、ベンジローさん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ミキさんは今、日本のどこにいますか？日本の愛知県にいます。愛知県。はい。愛知県には、何がありますか？山ありますか？はい、山があります。愛知県は東京と大阪の間にあります。東京と、大阪の間ね。日本の真ん中です。ミキさんは愛知県で仕事をしていますか？仕事をしていません。留学中で、留学中？カナダから少し帰ってきただけです。前はカナダにいました。はい、カナダにいました。またカナダに行きます。そうですか。また行きますね。カナダですか。カナダにはクマがいます。そうですね。見たことがありません。見たことありませんか。でも、リスがいます。かわいいね。かわいい。大好きです。なんかリスが、この家に入りますか？時々。庭に入ります。庭に入ります？いいね。家に猫がいます。ミキさんの家に？カナダで住んでた家に。だ猫か一ら、匹？一匹。太猫っは、ていますか？猫は。少し太っています。でも、猫は、リスを見ます。そう、猫はリスを見ますか？猫はリスを食べたいと思っていますか？多分 多分ね。ミキさんは猫にチョコレートをあげたことがありますか？いいえ、私はあげたことがありません。でも、私が食べているとき、猫は欲しそうです。美味しそうね。かわいいですね。私は猫アレルギーがありますね。猫アレルギ残念。犬はどうですか？ー。犬は大丈夫です。おー、よかった。タイにリスはいますか？タイには、です。いません。タイには、レディーボーイがいます。レディーボーイ？レディーなんだボーイろ知っていますか？う。わかりません。レディーボーイは、本当は、男の人です。でも、女の服わかりました。とか、女の、綺麗な顔をしているレディーボーイもいます。とても綺麗。はい。女ではありません。日本語ではオカマと言います。いや。本にもいるんですか？
おかまのタレントがたくさんいますよ。浜のタレント。でも、私の友達にオカマはいません。そう。私はお釜の友達が欲しいです。ああ、私もです。なんか楽しそう。とても楽しそう。美樹さん、友達、たくさんいますか？そうですね。私は友達が大好きです。なんか日本人じゃない友達もいますか？い。カナダでたくさん友達ができました。カナダにはメキシコ人がたくさんいました。そう、メキシコ人が？びっくりしました。あと、コロンビア。さんはカナダで何をしていますか？カナダのラーメン屋さんで働いてます。ラーメン屋さん働いています。日本人がやっているラーメン屋さんですか？いえ、中国人です。中国人ね。カナダには中国人もたくさんいます。お金たくさん持っている中国人もいますよね。たくさんいます。お金持ちはだいたい中国人。どうしてそんなに金を持っているんでしょうか。本当に不思議です。仕事をしなくてもいいんですね、そういう人は。そうですね。でも、私のラーメン屋さんの中国人はとても働き者で働き者、す。働き者。よく頑張る人。すごい、尊敬します。ああ、だからお金持ちになったでしょうね。たくさんそうだと思う。働いて、物を作って、子供まで物を作ってますね。中国人の子供。たくさんいますね。ミキタイさん、は？タイは？子中国供は？あ、中国人います。人。なんか観光客？やっぱりいますね。さん、お金持っていそうです。日本にもたくさんいまでもなんか中国人の観光客は、す。とても服が派手です。不思議そでうす。みんな服が派ん。手。派手な服着てます。だから中国人だとわかります。そうなんですね。あと、ヘアスタイルでわかります。時々。そうですね。中国人と韓国人と日本人は似ています。いますね。でも髪型が違いますね。そうですね。日本人の髪型、ユニークです。これは日本人の男の人です。かっこいいと思いますか、ミキさん？かっこいいと思いません。
ホストさんですね。そうですね、ホストです。ホストクラブに行ったことがありますか？ありません。行ってみたい？少し。ね、で楽しも、そう。お金がかかります。そうね。あれは大丈夫ですか？いつもは持ってますか？お金。あ、おお金金？は、うん。なんかあ仕まり事いませしん。ていませんね。はい、大変です。ね、うん。必要ですね。そうですね。お金が欲しいです。そう、今、愛時で、日本語の先生をやっています。はい。うん。皆さん、生徒になってください。生徒になってくださいね。日本語を勉強したい人が多いですよ。ああ、そうですね。うん。私は伊藤家に登録しました。登登録録はしま何に？した。伊藤家？愛登記？あ、愛登記。に登録したら、たくさんメッセージが来ました。びっくりしました。ね。でも日本語を勉強する人には、ちょっと変な人が多い。伝じろうさんも？私も変な人です。そうかな。まず日本語を勉強する必要がないでしょ？ああ、そうですね。英語の方が便利です。そうです。じゃあ、どうして日本語を勉強しましたか？そうね。私は面白いと思いました。今も日本語は面白いと思います。何が面白いですか？そうね、まあ、英語と全然違うところが面白い。なるほど。わかります。全然違いますね。お。アリさんは英語はどれぐらい話せますか？大変なこと。Just a little bit. 少しだけ。少しだけね。うん。あ、キさん、そうね、カナダに長い間、住めば？やっぱり英語がもっと上手になりますね。そうですね。カナダでたくさんの人がフランス語をしゃべりました。フランス語。フランス人ですか？カナダは英語とフランス語をしゃべります。そうなんだ。フランス語は英語より難しい。発音、難しいですか？発音がとても難しかったです。ちょっと勉強しました？はい、少し勉強しました。でも、全然できませんでした。フランスは、何があるんでしょう。フランスには 私行ったことがありませんけど、うん。行ったことがあります。ありますか？はい、少しだけ。フランスには
お米はありますか？食べましたよ。お米を食べました。でも、日本のお米と全然違いました。そうですか。フランス人は、普段何を食べますか？多分パン。太っているフランス人はいますか？どうだったかな。あまりいなかったと思います。カナダの方がたくさんいました。カナダにはプティーンという食べ物があります。知ってますか？大好きです。プティーンには何が入ってますか？ポテトとチーズ、あとグレイビーソース。日それか本ら、にはグレイビーソースがありません。そうですか。多分、私はカナダで初めて食べました。さあ、ビジネスチャンスですね。面白い。そうですね。じゃあ、日本にはプティーンはないですか？食べたことがない。見たことがありません。あ、ケンタッキー、KFC ね。あ、日本にうん。もありますよね。あります。ケンタッキーにはグレイビーソースはありませんか？多分ないと思います。あまりケンタッキーに行きません。いきませんか？はい。でも、行ったとき、グレイビーソースを見たことがない。何これ？これは、ケンタッキーのサンドイッチ、ハンバーガー。名前は、ダブルダウン。おかしい。ダブルダウン。これは、パンじゃないですよ。ねえ、パンじゃない。チキンです。ええー、さらに、ベーコンが入ってます。おかしい。美味しそう？ いや、多分太ると思います。いやー、これは、おりますね。太ります。私はカナダで太りました。太りました？やっぱり、食べ物ですね。本当にそう思います。タイの料理はどうですか？タイの料理は、やっぱり、米がメインですね。いつも米と何かを一緒に食べます。ヘルシーですか？そうですね。アメリカの食べ物よりは ヘルシーです。タイの料理がわかりません。カカレー、レありますね。炒め物？ー。台風のサラダ。タイ風サラダ。へえ。いろいろありますよ。タイに行ってみたいです。ベリーボーイになりたいですか？ なれません。あ、もう女のヒットなんですね。ベンジローさんはレディーボーイになれまそうです。なりたいです。なりたいですか？かわいい女のヒットになりたいです。多分すごく可愛くなると思います。大きなおっぱい、変えます。ね、タイでは、おっぱい変えます。変えます。すごい。
やー、でも、やっぱり、男でいい。私は小さい時、男になりたかった。そう？なんかショートヘアでした？もっと短かったです。なんか、何が好きでしたか？その小さい時。バスケットボール。スポーツ。だから、男になりたかった。もっと速く走れるし、もっとシュートができまバスケットボールでね。す。男の方が速く走れます。背も高いです。いきさんは、背が高いですか？低いですか？160センチです。160センチ。普通かな？普通です。伝じろうさんは？私もあまり背が高くないです。約70センチです。でも普通ですね。でも、私より背が高い女の人とは、ちょっと、付き合うことはできません。わ かります。私より背が低い男の人と付き合うことができません約60センチより背が低い男の人もいますか？ いますよ。あら、大変。大変そうね。大変。日本人は背が低いですね。どうしてですか？どうしてでしょう？ 食べ物？それとも、食べ物かな？遺伝？なんて言いま遺すか？遺伝。伝。多分、だんだん大きくなってきています。ああ。だから最近の日本人は昔の日本人よりも、背が高くなってます。昔の日本人は、そうね、忍者がありました。忍者。さあ、今の格好はちょっと忍者っぽい。いや、忍者ポーズです。この服ね。あ、服？確か忍者に。みたい。黒いですね。カナダにいたとき、ハロウィンパーティーで忍者になりました。やっぱり忍者になりました？いけました？受けましたよ。カナダのみんなが忍者を知ってて驚きました。リーさんは驚きましたね。そうですよ。世界中の人は、みんな忍者を知ってます。知りませんでした。びっくり。そうね。日本には、あと、何がありますかね。ロボット。ロボット。ロボットで有名でしょ？そうですね。ロボット。今、日本では、
掃除してくれるロボットが人気です。そうね。持ってますか？持ってます。持ってますか？とても便利です。あら、ゆきさん今、掃除してくれるロボットを持っていますか？いやー、持ってませんね。私自分で掃除をしてます。えらい。今寒いですか？寒い、少し寒いです。ヒーターを使ってますか？はい、使っています。でも、もう今何時だ？今4時半です。4時半。4時半。だんだん寒くなります。そうですか。タイは何時ですか？今は2時半です。午後の2時半。ベンジローさんは T シャツですね。はい。寒い時も暑い時もいつも T シャツです。どうして？私の体は、とっても熱いです。はい、すごい。多分いつもなんか運動をしているからね。すごい。スポーツですか？いや、自転車持ってますね、毎日。すごい、いいですね。ミキさんは運動はしてますか？あまりしていません。でも明日バレエをします。あ、バレーボールですか？バレーボール。ビーチでバレーボールやりますか？体育館でやります。体育館。バレーボール上手ですか？初めてやります。あら、初めてバレーボールやります。まあね、いい運動になると思いますね。そうです、運動がしたくて行くことにしました。バレーボールまだやったことがありません、ね。はい、今もどうぞ。多分バレーボールでバスケをするかもしれません。バスケをすることになるかもしれませんね。え、ミキさん、今もう男になりたいと思ってますか？今は思っていません。やっぱりね、女でいい。いい。女の方が優しくしてもらえます。優しくしてもらえますね。うん、男だと、みんな、なんでしょう。冷たい？冷たい。でも、どうですか？ね、私は自分もちょっと冷たい人かな。でも女の人には優しいですね。よくロボットみたいと言われます。あら、女の人にはよく、あまり優しくない。やっぱり感情は出しません。ああ、そうですか。男の人はあまり感情を出しませんよね。そうですね。
女の人の方が感情を出します。ね、マリ、あ、ミキさんは時々泣きますか？聞こえますか？もう一度言ってください。ミキさんは時々泣きますか？はい、時々泣きます。映画を見てうん。泣いたことがありますか？たくさんあります。子供の映画を見て泣いたことがありますか？たくさんあります。多分、いつも泣きます。あれ、最近は面白い映画見ましたか？君の名はを見ました。君の名は、知っていますか？名前は知ってます。でも見たことがありません。とても人気があります。アニメ映画ですか？はい、アニメ映画です。ミキさん、泣きました？少し泣きました。ロマンチックの映画ですか？そうですね。ロマンチック。でも少し SF みたい。サイエンスフィクション。少ロし。ボットが。すごく、リアルです。とてもリアル。日本の東京や滋賀、あ、じゃない。東京や、どこだっけ？名前を忘れました。でも、見たことのある景色が、漫画？アニメーションで、とても綺麗に作られていて、じゃあすごかっ本当たにです。ある、景色は、その映画にも出てます。本当の駅とか、本当の建物とか。ぜひ見てください。じゃあ見てみます。う前に日ん。本のホラー映画を見たことがあります。ホラー映画は、好きですか？苦手です。るホラー映画にはちょっと怖い日本人女性がいて、人を殺したりする女の人。私怖い。がこれを見たとき、日本人女性が怖いと思うようになりました。わあ。なんという映画ですか？名前はオーディションです。オーディション。ストーリーはよくわかりませんけど、ちょっと、わあ。グロいわあ。シーン。私は見れません。やっぱり子供の映画の方がいいかもしれませんね。そうですね。カナダから日本に帰ってくるとき、飛行機でニモを見ました。あ、ファインディングにもですか？ファインディングニモです。とても感動しました。感動しました？アニメーション映画ですよね。そうですね。ニモは死にますか？死にません。あ、死にません？よかった。ニモはすごいですよ。
ミキさん、何歳の時に死ぬと思いますか？わあ、何歳だろう。80 代とか90代の時。多分、日本では80歳がすごい年すごい年。です。すごい。80歳。まあでも、将来はもっと長くいる？そうです私ね。は125歳で死ぬと思います。本当に？とてもヘルシーです。ああ、だから運動をしますか？そう。じゃタバコはすいません。あ。おー、おマリ酒。ファナもすいません。ビおール飲み酒？ません。お酒飲おみません。酒？いや、そうです。すごい。なんだでろも、タイで死ぬかもしれませんね。車の事故で。危ない。そうですよ。死にたくないですよ。でも。タイはたくさん車がありますか？そうです。あと、バイクね。ミキさんは？何を使いますか？車？私も、車を使います。スポーツカーですか？いえ、小さい車です。ミキさん、カナダと日本は道路が違います。何が違いますか？日本は左側、カナダは右側。ああ、そうね。オーストラリアもタイも左側です。そうですか。ええ。だから、アメリカとかカナダがちょっと違おかしいね。う。そうなんだ。知りませんでした。イギリスも、左側です。じゃあ、カナダとアメリカだけ？右側。そうかな。あとね、インチとか。インチはアメリカだけが使ってるでしょ？やめてほしい。やめてほしいね。難しいです。そう、日本は、センチとかメートル、いますよね。あと、キログラム。あ、キログラムね。私は73キログラムです。ちょっ体重。と、体重です。見えないですね。多いでしょ？いや、最近太りました、私も。本当に。ミキさんは？内緒です。一緒。痛くない。言いたくない。ダイエットは今してますか？
あまりしていません。でもしなくちゃいけない。しない方がいいと思いますよ。しないともっと太ります。まあでもすれば将来リバウンドするんですよ必ず。大丈夫です、リバウンドしません。しません？大丈夫。よく40代で太っているおばさんとかいますよね。はい、いますね。やだ。そうなりたくないでしょ？なりたくないです。うん、でも、もっとヘルシーなものを食べるようになれば、うん、ダイエットする必要はありませんよ。なるほど。食べ物ですね。そうです。お米。お米？お米です。日本人、日本人が、細いのは、お米をたくさん食べるからです。本当に？本当です。日本で有名なダイエットがあります。お米を食べないダイエット。あら。それはどうかな。私たちはお米が太らせると思います。本当は違います。びっくり。お米をたくさん食べる人は一番細い人ですよ。信じていいですか？いいですよ。私はかなり研究しました。じゃあ、伝次郎さんはお米を食べますか？さんお米を食べますよ。毎日食べてますよ。チョコレートは？今はチョコレートは食べません。おお、すごい。私は毎日チョコレートを食べます。悲しい時にチョコレート食べますか？幸せになりますね。幸せになります。毎日チョコレートが食べたい。今、家にハーゲンダッツがあります。ハーゲンダッツアイスクリームですか？うんうん。いろんな味のハーゲンダッツが家にあります。グリーンティーアイスクリームありますか？あります。おいしい。おいしいよね。うん。私は毎日一つハーゲンダッツを食べます。まあね、小さいやつでしょ。そうそう、小さいやつ。とても幸せ。幸せ。やめられません。何歳ですか、ミキさんは。27歳です。27。うんうん、さあ、今のミキさんと、前のミキさん、17歳のミキさんは何が違いますか？体重。体重が。17歳の私は毎日バスケをしていました。だから細かった。あー、細かったんだ。あとはなんだろう、頭
頭が悪くなりました。あら、今の方が頭悪いですか？そう思います。まあ、そういうこともありますね。17歳って一番頭が良くて運動ができる年だと思います。そうですね。17歳は、完璧。でも、これからも、いろいろなことが、できますよ。そうですね。いろんなことにチャレンジしていきたいです。さんは、ビジネスを作りたいですか？とても難しいと思います。でも、プティンやろうかな。プティン。プティンか、忍者の服を売るビジネス？なるほど。売れますかね。売れますよ。なんか、外国人の人に忍者の服を 売ればいい。でも、カナダで忍者になったとき、私は服を買いませんでした。自分の服をそ買いました。う。例えば、こういう服？なんて？ただの黒い服をかぶります。ほら。被るんでこうすね。やって忍者になりました。ほら。わ。すごい。ほら。忍者です。本当忍者みたいです。ああ、だかっから、こいい。みんな忍者になるのに服はいらない。そうね。いらない。らない。黒い T シャツがあればいい。勉強になりました。ぜひ忍者になってみてください。私は白い服多いですよ。あ、そうですか。白い T シャツとかね。私と反対ですね。そう、反対ね。私は黒い服ばかり。やっぱり黒い服は痩せて見えます。だからです。じゃあ、ミキさんは？今夜、何を食べますか？今夜？なんだろう。まだ決めてません。マクドナルド。べません。何かを作りますか？それとはい、も外何に。かを作ります。多良い。分、なんだろう。おでんとか？なんだろう。ミ何キをさ食ん、べますか？は今一人ですか？い、今一人です。でも、お父さんとお母さんが帰ってきます。お父さんと、お母さん、仕事をしてますか？はい、今日仕事に行きました。どんな仕事ですか？難しいです。マネージャーとか。ああ、違います。お父さんは
車を直す仕事をしています。あ、メカニックですか。はい。ああ、車を直します。車を直します。お母さんはお父さんを手伝います。いいね、だ。ビジネス、自分のビジネスをやってますか？はい、そうです。ミキさんも将来、この仕事をやりますか？あんまりやりたくありません。やりたくないでしょう。難しいです。できない。ミキさん、何ができますか？なんだろう。先生です。ああ、そうだ、先生ができます。先生ができます。ね。はい。とても、ゆっくり話してくれてますね。あ、本当ですか？なんかゆっくり喋ることができない日本人もいますよ。ああ、そうですか。じゃあ、いい先生になれますかね。なれると思いますよ。そう、頑張ります。ミキさん、性格、落ち着いているみたいです。落ち着いてますね。そうですね。もう27歳ですから。あら、さ、前はあまり落ち着いていなかった。17歳の時は落ち着いていなかった。17歳の頃は彼氏いました？ 17歳の頃はいませんでした。欲しかったですか？バスケットボールが彼氏でした。私は17歳の時、ガールフレンド、欲しかったです。でも、でも、作れませんでした。難しいですね。ね。女の人は、どんな男が好きですか？どんな男が。かっこいい人がいいかな？そうですね。かっこいい人はモテます。います。マッチョな人、います。そうですね。あと、楽しい人、モテます。私おは、金持ちもモテるかも。何？お金持ち？タイでは、そうです。かわいい彼女を欲しかったら、お金持ちじゃないとできません。なるほど。頑張って。まあ、今は多分彼女は作れると思います。すごい。はい、自信があります。わお、すごい。でも、作りたくないです。あら、どうして？やっぱり、一人でいる方が自由です。わあ、なるほど。ロボット。ロボットの女？そう。欲しいで掃除をす。してくれるロボットを彼女にしたらいいでこれが欲しいんです。何それ。日本が作ってる女のロボットです。え？可愛くないですか？怖いです。怖い？何をしてくれますか？ダンスが
できます。踊れます。全然、ね、本当の女の人は必要じゃなくなりますね、いつか。なるほど、そうかもしれません。ほら、ダンスを披露します。怖い。あ、ちょっと待ってください。いっぱいありますよ。ちょっと待って。はい。お待たせしました。ああ、知ってます。あ、ん？これ？うんうん。有名。あ、そう？日本で万博わかりますか？万博？エキスポ？ああ、ね。があった時に。あらら。何ができますか？彼女は案内ができます。話せますか？話せます。話したことがあります。あ、ミキさんは？そう、彼女と話しました、一緒に。話しましたよ。でも難しかった。こんにちはと言うと、こんにちはと言ってくれます。でも、うまく会話はできませんでした。やっぱりね、まだ技術は良くないね、今は。あ、将来は、ロボットが、人間の代わりに、戦争に、いますね。それはなんだか悲しいですね。悲しい？ロボットが戦うことが、泣きます。それで泣けますか？ロボットに戦争をしてもらうなら、戦争がなくなればいいと思います。おお、そうね。戦争なくなればいい。まあ、人は、やっぱり、そういうことをやりたがります。を殺したがります。悲しい。悲しい。さあ、ミキさん、これから、もう時間となりましたね。わあ、早いですね。はい、お疲れ様。これから何をしますか？多分、冷蔵庫を開けて、何を作るか考えます。アイスクリームサンドイッチがいいですよ。アイスクリームサンドイッチ、ね、ハーゲンダッツと。すごいいいです ね、 ね、デザートにします。